皆様こんにちはヤフー株式会社の大町と申します。本日はオンデバイス動作可能なエンドテンド音声認識システムの開発についてお話しいたします。まず最初に自己紹介をいたします。私は2016年にヤフー株式会社に入社し、それ以来音声認識の研究開発業務に従事しております。研究ノーマルなトピックとしては本日お話しいたしますエンドエンド音声認識を専門にしておりまして。 近年では言語処理や自然音声処理のトップカンファレンスでの発表をいたしましたまたクライアントサーバー型音声認識のサーバーサイドの開発であったりオンデバイス音声認識 SDK の開発にも従事しております特にオンデバイス音声認識の SDK の開発においてはその責任者を務めております本日の発表では最近私たちがリリースしました エンドトゥエンド音声認識エンジンについてお話しいたしますエンドトゥエンド音声認識は外部との通信を行わずにエッジデバイスで音声認識を行うというものになりますまず最初に現状の音声認識システム YJ ボイスについてお話しいたします次にエンドトゥエンド音声認識でよく用いられる技術についてお話し,し最後に 音声認識をエッチデバイスで動かす際に生じる課題とそれらに対する取り組みをいくつか紹介いたしますまず最初に私たちが開発しているヤフーの音声認識エンジン YJ ボイスについてお話しいたします音声認識とはユーザーの声から発話内容のテキストを推定する技術ですこの技術を応用することによって音声による検索や 対話エージェントなどを実現できます YJ ボイスは Yahoo が2011年から開発している内製の音声認識エンジンです現在は検索や対話などの利用用途で多くのヤフーアプリケーションに導入されておりまして語彙数としては150万語以上の単語を出力することができます私たちのプロジェクトでは 最新の音声認識技術を検証するためのラボアプリとして音声検索というアプリを提供しております現行の YJ ボイスで音声認識を実現する流れを説明いたします現行の YJ ボイスはクライアントサーバーに基づく音声認識システムですまず最初にユーザーが発話した音声をスマートフォンで収音します 次にこの音声を一度サーバーにアップロードしサーバー上で音声認識を動かしますそしてサーバーで音声認識用の結果が得られるのでその結果をスマートフォンに戻すことによってユーザーは自分が発話した音声に対応するテキストを取得できますしかしながら現行の YJ ボイスには安定性ユーザープライバシーレイテンシーの3点で課題が残っております まず通信を必要とするシステムでありますのでサーバーとの通信が途絶えてしまうと音声認識がそもそもできないという問題がありますまた自分の音声をサーバーに送りたくないというユーザー様が一定数いらっしゃいますそのような皆様には音声認識を利用しにくいという課題も残っておりますさらに通信速度が遅いような環境においては 音声認識結果を得るのに時間がかかるという課題も残っておりますこれらの問題を解決するために私たちは音声認識処理をエッジデバイスで実行するオンデバイス音声認識機能をリリースしましたオンデバイス音声認識はサーバーとの通信が不要のため先ほど申し上げた安定性やレイテンシーの問題は発生しませんさらに サーバーに音声を送りたくないというユーザーの皆様にとっても気軽に音声認識を試すことができるというメリットがありますこの機能は我々がラボアプリとして提供している音声検索アプリにも導入しております音声検索アプリは Apple Store でダウンロードできますのでご興味がある方はダウンロードして試していただきますと幸いですこちらのスライドでは 現行の YJ ボイスとオンデバイス音声認識の動作例を示しています左がサーバーとの通信が必要な現行の YJ ボイス右がオンデバイス音声認識の動作例ですオンデバイス音声認識の方が音声認識結果が早く得られることが確認できますまた精度としても現行の YJ ボイスに近いことが確認できると思います 次にオンデバイス音声認識を実現するたために採用したエンドトゥエンド音声認識についいて説明いたしますエエンンドドトゥエンド音声認識を説明する前に現行の y j ボイスで採用している DNNHMM ハイブリッド音声認識と呼ばれる方式を説明いたします。この方式ではまずマイクで集音した信号から音声認識を行うための音響特徴量を取得します。 しかしながら集音した音にはユーザーが発話していない区間が含まれておりましてそのような区間を含めて音声認識を行うと処理時間が長くなってしまいますそこで音声,検査音声区間検出と呼ばれる技術を用いて音響特徴量のうち音声が発話されていないな区間のみを切り出しますこうして切り出された音響特徴量を使ってデコーダー と呼ばれるモジュールで最もらしいテキストを推定するのがこの枠組みになりますそしてこのデコーダーを実行するためには音響モデル発音辞書言語モデルと呼ばれる三つのモデルを用います音響モデルは音響特徴量からあしたなどの音素の系列を推定します 発音辞書は音素の系列を単語の系列にマッピングしますここで注意いただきたいのは音素から単語への変換は必ずしも一位に定まることができないということです音素系列をどこで区切るのかという問題もありますし区切った単語の表記が複数存在するということもあり得ますそのためここでは複数の単語系列の候補が得られます 言語モデルはそのような複数の単語系列の中から最もらしい単語の系列を推定するのに用いています具体的には単語と単語のつながりやすさを測るモデルですこのモデルを利用することで複数の単語系列の中で最もらしい系列が最終的な出力として得られるのがこの枠組みになりますこのように DNNHMM ハイブリッド音声認識は3つのモデルが必要となりますこれらのモデルのうち発音辞書や言語モデルは音声の情報を必要としないので最新の検索クエリなどを用いてモデルを再学習することで流行語に対応しやすいというメリットがあります。しかしながらそれぞれのモデルを動かすためには多くのメモリーや演算処理が必要となります。 そのためリソースが限られたエッジデバイスで動かすことは難しいという課題が残っておりますこの問題を解決するために私たちはエンドトゥーエンドオン性認識を用いてオンデバイスオン性認識を実現しましたエンドトゥーエンドオン性認識は先ほどの三つのモデルを単一のニューラルネットワークに置き換えたものですこの技術は 近年の音声認識の研究界隈では注目されている技術の一つで数多くの論文が国際会議で発表されています。ここでエンドトゥエンド音声認識が DNNHMM ハイブリッド音声認識よりも優れている点を2つほど紹介いたします。一つ目のの利点はシンプルさです、MM、ハイブリッド音声認識の システムを開発するためには音声や言語探索ななどの専門知識が必要となってきますそのためモデルの学習,学習や実装が難しくなるという問題があります一方エンドとエンド性認識はニューラルネットワークが主なモジュールになりますので非常にシンプルな構造といえます。そのため DNNHMM ハイブリッド音声認識に比べて比較的実装がしやすいというメリットがあります二つ目の利点はモデルサイズです DNNHMM ハイブリッド音声認識のモデルをニューラルネットワークに置き換えることによってモデルサイズを大幅に削減することができます YJ ボイスの例を取ってみますとオンデバイス音声認識のモデルは サーバーで動かしているものと比べて100分の1程度まで削減できておりますここでエンド転動性認識を行う主なモデルを3つほど紹介いたします主なものとしてはエンコーダーに基づくもの RNA トランスデューサーアテンションに基づくエンコーダーデコーダーの3つが提案されております エンコーダーに基づくモデルは音声からエンコーダーと呼ばれるネットワークによって音響特徴量を推定しテキストを推定します。主な手法としてコネクストニストテンポラルクラ m フィケーション c t c が提案されています。CTC は出力される可能性がある全ての確率系列の確率を計算し最もらしいものを出力するというものになります。 RNA のトランスデューサーはエンコーダーに基づく手法を拡張したものになりますエンコーダーに基づく手法特に CTC では出力される文字同士の関係性を明示的に考慮していないという課題がありますそこで RNA のトランスデューサーはプレディクションネットワークとジョイントネットワークと呼ばれるネットワークを利用することで過去に出力した文字列を考慮しながら現在の出力を推定します そのためエンコーダーに基づくモデルよりも高い精度が得られるというメリットがあります。アテンンションに基づくエンコーダーデコーダーは自然言語処理で広く用いられている「アテンション」と呼われる構造を導入することで入力された音響特徴量全体を考慮します精度はエンコーダーに基づく手法や RN トランスデューサーよりも高くなりますが ユーザーがの発話が終了するまで認識結果が得られないので音声対話などリアルタイム性が求められる用途に対してはあまり望ましくないものであると言えますただいま紹介しました三つのモデルの利点と欠点をまとめますエンコーダーに基づく手法は発話している途中でも認識結果が得られるストリーミング処理 がが可能でああるというメリットがありますしかしながら CTC と呼ばれる手法では出力同士の関係性を明示的に考慮していないという欠点があり性能のの改善の余地があります r n トランスデューサーはストリーミング処理が可能でありさらにエンコーダーに基づく方法よりも高い精度が得られるというメリットがあります。 一方で CTC よりもモデル構造が少し複雑になるのでモデルの学習や実装が難しいという課題がありますアテンションに基づく方法は3つのモデルの中では最も高い精度が得られますがストリーミング処理を実行するためには工夫が必要になってきます。YJ スのの利用用途としててはストリーミング性が求められてくるので このモデルを利用することは難しいと考えます以上のことを踏まえまして私たちは今年の4月にエンコーダーに基づくモデルを今年の10月に RNA のトランスデューサーに基づくモデルをそれぞれリリースしましたそれでは今回リリースしましたエンドとエンド音声認識の SDK と関連する研究トピックについてお話しいたします エンドとエンド性認識の SDK を開発するにあたり OS 実行速度精度の3点で SLA を立てましたまず OS としては iOS と Android の両方に対応できるように実装しておりますコアのライブラリーを OS に依存しない形で実装しそれぞれの OS に対依存するラッパーを別途用意することでこの問題に対応しました 音声認識の実行時間としてはリアルタタイムファクター RTF ししは認識処理の速度を表す指標で実行処理にかかった時間を実際の音声の長さで割った値になります。例えば10秒の音声を1秒で処理できた場合 RTF は0.1になります。 この値が1.0未満になることを iPhone 11 Pro で確認しております精度はサーバー版の音声認識に近いものが得られることを最低限の目標としました具体的に次のスライドで説明いたしますこちらの図は今回リリースしたモデルの性能を示したものになります縦軸は音声認識の誤り率を表したもので 下にいけばいくほど良い性能が得られているといえます。左から4月にリリースしたエンコーダーに基づくモデル、10月にリリースしたアレントランスデュスター、そしてサーバーで稼働している d n h m、MM、m の音声に結果を示しております。最初にリリースしたエンコーダーに基づくモデルは DNNHMM ハイブリッドに比べて性能差があり およそ4.7ポイント程度のギャップがありました一方 RNN トランスデューサーは DNNHMM ハイブリッド形式にほぼ近い性能が得られているということがこの図からわかりますこのように性能面では DNNHMM に近いものが得られているということは確認できたのですが品質面では解決すべき課題がまだまだ残っております以降ではこれらの課題のうち 2つほどピックアップしてご紹介いたします。まず、エンドとエンド音声認識は学習データに含まれないような語彙アウト、オブボケバラリー、すなわちみちごを出力することが難しいということが挙げられます。多くのアプリケーションで yahoo! の音声認識を利用していただくためには、流行語や住所、雇用名詞などを出力できるようにする必要があります。 またエンドトゥエンドモデルでは読みの情報が得られないという課題もありますエンドトゥエンドモデルで表記と読みの情報を同時に出力できるようになれば例えば東京の日本橋と日本橋と大阪の日本橋のような同一表記の語彙の区別が可能となりますそのためナビゲーションシステムなどへの応用が可能となってくると思われますそれではこれらの 課題に対して我々が取り組んでいる取り組みをいくつか紹介したいと思いますまず最初に道後に対する取り組みをご紹介いたしますこの取り組みについて説明する前に音声認識のモデル学習について簡単にお話しいたします音声認識のモデルを学習する際にはまず最初に学習データの中から音声を取り出しその音声に対する認識結果を推定します 次に事前に用意した正解の書き起こしとそのモデルの出力との差分を計算しますそしてこの差分が小さくなるようにモデルのパラメータを更新しますこの処理を繰り返すことによってモデルは事前に用意した書き起こしテキストに近い結果が出力できるようになってくるというものになっています。音声認識ののののモデルの学習はこのような枠組みでで行っておりますので もし学習データの中に最新の音声に対する書き起こしが存在しなければモデルは最新の流行語などを出力することは原理的に難しいということが挙げられます。そのための解決法として私たちは書き起こしされていない音声を利用した方法を現在検討しているところです。まず書き起こしされていない音声を DNNHMM 音声認識に書けることによって 音声認識と結果と音声のペアをデータを取得することができます。先ほどご説明しました通り、DNN-HMM ハイブリッド音声音声認識は最新の検索距離を求めてあ含めて発音実証言語モデルを学習することによって直近の単語を出力することができるようになります。この性質を利用すれば認識結果のうちエンドとエンド音声認識のモデルの学習データに含まれないような語彙を 発話した音声と認識結果のペアを注視することができますそのようなペアを学習データに加えてモデルを学習することによって道語に対するカバレッジを広げることができますこちらの図は道語に対する音声認識の結果を示しております縦軸は先ほど示したものと同じく音声認識の誤り率を示したもので 下に行けば行くほど良い性能が得られているというふうに言えます書き起こしに DNHMM 音声認識による認識結果を加えることによって道後に対する音声認識結果が19.9ポイントほど改善することがわかります次に読みが推定できない問題に対する取り組みをご紹介いたしますなおこれからお話しします内容は 自然言語処理のトップカンファレンスでありますナックルで発表したものになりますのでより詳細については論文をご参照いただけますと幸いです先ほども申し上げた通り現在のエンドテント音声認識の出力は書き起こしの表記列になりますしかしながらこの性質は時に問題を起こしてしまうことがあります例えばこちらのスライドの例を取ってみますと 認識結果からユーザーが日本橋までの行き方といったのか日本橋までの行き方といったのかのどちらかを判定することは難しいですもし音声認識の結果を利用してナビゲーションするようなことを想定しますと東京にある日本橋と大阪にある日本橋とでは全く異なる場所を案内してしまうことになってしまいますこの問題を解決するための一つの方法として 音声認識と自然言語処理を組み合わせたパイプラインシステムというものが主に用いられていますこの方式は音声認識の出力に対して自然言語処理による読み推定を適用するというものになりますしかしながらこのシステムには二つほど課題がありますまず音声認識に誤りが含まれていると読み推定が失敗してしまうため 間違った読みが得られてしまううとということが,ありがられますますた自然言語処理のモデルを動かすためのリソ,リソースが必要になってくるためエッジデバイスで動かすためにことを想定するとあまり望ましくない方法であるというふうに考えられます。そこで私たちはエンドトゥエンド汚染認識の出力で出力を 表記と読みを同時推定できるようにする方法を提案しました具体的には N と N 同線認識のモデルの出力を単語ごとの表記と読みを並べた系列に置き換えるというものになりますこの方法ですと出力から表,表記と読みを容易に取得することができるので応用範囲を広げることができますまた最初にお話ししたように道語の推定は難しいという課題もありますが この方法ですともしもミシゴの表記が間違っていても正しい読みを取得することができるメリットがありますので発話内容を特定しやすすくなるというメリットもありますさらにこの方法ですと自然言語処理を動かすための追加のメモリーや計算資源が不要になりますそのためオンデバイスで動かす方法にとっては親和性が高いものと言えることができます。 この方法で認識した例を2つほどご紹介いたしますこちらの結果はアテンションに基づくエンコーダーデコーダーによるものでモデルの学習はパブリックオーパスを利用して行ったものになります上の例はピッチとスペクトラスペクトル崩落というふうに言い直しを含めた音声になります自然言語処理に基づく方法では この言い直しの部分をうまく分割することができておりません一方提案法では音声の情報を使うことによってこの言い直しの部分をうまく分割することができていることが確認できます次の例は同型イオ語になります言語的な情報だとその後なのかその後なのかを特定することは難しいという課題がありますが 提案法は音の情報を利用できるのでそれらを一に定めることができております現在この方法を RNA トランスデューサーでも応用しようというふうに試みておりまして将来的にはプロダクションにおいても表記と読みを出力できるようにしたいというふうに考えておりますその他現在取り組んでいることをいくつかご紹介いたしますまずは自己教師ある学習 セルフスーパーバイズドラーニング SSL ですエンドテンド音声認識は学習データを増やせば性能が上がっていくという性質がありますがそのためには音声と書き起こしのペアが必要になってきますこのペアを用意するのにはコストがかかってくるという課題があります SSL はこの書き起こしされていない大量の音声を利用することで音声認識の学習が可能となる方法になります すなわちこの方式を利用すればより精度が高いオンデバイス音声認識を低いコストで実現することができるというふうに考えております。またユーザーーザのののの発話終了のタイイミンングからら認識結果がが得られるるままでのレイテンシーの改善も考慮すす必要がありますスマートフォンアプリケーションへの組み込みを考えますと認識結果が得られるまでの時間は可能な限り短いことが求められてきます。 この問題を解決するために RN トランスデューサーの学習時に遅延を短くするような制約を加えるという方法を現在検討しているところですこれらの取り組みに関しまして、Yahoo、の音声チームから論文を発表しております直近ではトップカンファレンスであります iCASP やインタースピーチにて3本ほど論文が採択されました。 最後にヤフーの研究活動について触れておきたいと思いますこちらのスライドはヤフ、ah、ー o o の音声チームが携わったエンドテン音認識に関する論文を列挙しております共同研究での協調を含めまして2020年から iCASP やインタースピーチなどのトップカンファレンスに継続して論文が採択されておりましてこれからも最新の音声認識技術の研究開発を行っていけるよう チーム一丸となって努力しておきたいと考えております最後に本セッションをまとめます本セッションでは我々がリリースしたエンドとエンド性認識 SDK についてお話しいたしましたエンドとエンド性認識はエッジデバイスでの動作が可能で従来のクライアントサーバー型の音声認識の課題を解決しておりますそれはユーザープライバシーであったり 通信による遅延などが挙げられます制度としてはクライアントサーバー型音声認識に近くなりますがいくつかの課題がまだ残っておりますその中のトピックとして今回は道後の問題や表記読みの同時推定についてお話しいたしました以上で本セッションの発表終了にいたします皆様ご静聴ありがとうございました大町さんありがとうございました ここからはプラストークと題して質問者の方が気になったポイントを中心にセッションの内容を深掘りしていきます皆さんからの質問も可能な範囲で取り入れつつ会話を進めてまいります質問のある方は画面右下のクエスチョンマークボタンから投稿できますのでぜひ質問をお送りください質問者は LINE の中込優さんですそれでは中込さん簡単に自己紹介お願いします はい。LINE のスピーチチームの中込江です。よろしくお願いします。よろしくお願いしま僕は、えっと、LINE でエンドとエンドの音声認識の開発に携わっております。はい。で、面白い発表ありがとうございます。早速、いくつか質問させていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。はい。よろしくお願いします。はい。まず、えっと、エッジデバイスでの音声認識ということで、モデルのメモリ量だったり、計算量について、 かなり制限があるのかなというところで気になったんですがモデルサイズを小さくしたりとか計算量を小さくするようなモデル構造の工夫だったり圧縮などは行われていたのか聞きたいいです、はい、ありがとうございます。 えっと今ご質問いただいたようにあのエッジデバイスで動かすためにはかなりの,そのモデルの制約みたいなものはあるのですけれども、えっと、私たちとしては現在リリースしているモデルはあのとりあえず精度が担保できるものということであの構造をもうちょっと精査するということはこれから行っていこうかなというふうに考えております。で構造としては特にそのこれからも検討する必要あるのですけれどもモデルの量子化を行うことによってモデルサイズを全体的に圧縮するということは行っております。 具体的にはその方法を取りますと数十メガほどモデルサイズが小さくなるということを確認しております。はいありがとうございます。えっと他にえっとみちごに対する、えー、カバレッジについてえっと興味があるんですがまずえっとみちごについてなんですがこのヤフーのこのサービスではこう汎用的にいろんな単語を認識できるように えー、モデルを開発することが求められているのかそれとも何か特定のサービスからこういう用語はしっかり、えー、認識してほしいとかそういうようなこう制限があるのか道つ語に対して制限というかこうイメージしているものがあるのかっていうのについて、えー、伺いたいです。 はいいありがとうございます、えっと、汎用的な意味といいますとなかなか難しいところであるのと思うんですけれども YJVOICE の利用用途としては音声検索だけではなくて対話などにも応用されておりますので、まあ、それぞれのドメインで認識できるようにえっと あの、私たちは開発しているところです。ただ、現在オンデバイス音声認識においては検索ドメインが主になりますので、あの最新の検索みちごに対してあので認識できるようにするということは、やはりこう必要になってくるのかなと思っています。うん、その他、やはりその中込さんがおっしゃったように、そのあのサービスの方からこのような単語を認識してほしいみたいな。そういった要望とかもありますので、そういったものも出力できるように、我々の方で少しカスタマイズするといったようなことも行っております。 はいいありがとうございますでそのアプローチも、えっと、面白いなと思ったんですが、えっと、DNNHMM の認識結果を使って、えー、ラベルが付いてない音声データから擬似、えー、的なラベルをつけるでそれを学習に用いることで、まあ、一種知識蒸留というかそういったものを通して解決しているのはとても面白いなというふうに思いました。で えっと、その際に DNMHMM で認識した結果っていうのには当然その認識の誤りとかっていうものがえっと含まれていてそれらがえっとエンドとエンドの学習には悪影響を及ぼすと思うんですけどそのあたりのこう、まあ、例えばフィルタリングをしたとか,なんか学習の際にこう何か工夫したとかというようなことがあれば伺いたいです。 はい、えっとまあ、具体的な方法はちょっとここでは申し上げることはあの差し控えさせていただきたいと思うんですけれどもあのもちろん DNNHMM の音声認識の誤りっていうものは生じてしまうのでそれに対する、えっと、取り組みあの対策みたいなものは知っております。ち、まあ、ちょょっっととそこはは具体的な今回はちょっと控えたかりまましあいであと、えっと、今回の、えー、モデルについても質問があって。はい えっと RNT を使ったということなんですが、外部の言語モデルなどは、えー、講談で使われていて、まあこうまあミチ語に対するアプローチとしてえっと外部言語モデルを使うみたいなこともあると思うんですが、そういうことをされているのかどうかっていうのもあのお答えできる範囲で、えー、伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。えっと外部言語モデルについてはえっと今回のそのオンデバイスにおいては利用していません。 もちろんその外部言語モデルを利用することによって道語に対する対策だったりとか音声認識の精度そのものももっと大幅に改善することはできるのかなというふうには思っておりますただやはりそのオンデバイスで動かすということを考えますとあのメモリーとかの制約がありますので外部言語モデルを動かすのはちょっとまだ難しいんじゃないかということであえてそこの部分は外した状態で行っております でもしもそれをサーバーで動かすことができれば、まあ、そこら辺をやるということも可能かなと思って思いますがちょっと今回はそこに関してはあのアート・オブ・スコープなのであの割愛しようかなと思います。はいいありがとうございますで、えっとまあ、今後みちごがどんどん入ってきたときにどういうふうにみちごの認識強化を行っていくかなっていうのを気になったんですが、えっとまあ、DNNHM で、えー、生成 認識した結果を使って学習してってことを続けると言れ、えー、ると思うんですがこう一方でそのエッジデバイスの、えー、メモリ量みたいなのはやっぱり制限があってこうモデルサイズ認識モデルサイズを大きくできないっていうような制約が多分あると思うんですねでいろんな語彙を認識したいんだけどそれの語彙をこうカバーできるような モデルのパラメータ例えー、こうのはこれから生じ,る生じてくるでしょうかうんまあちょっと質問がなかなか難しいかなと思ってるんですけれども、はい、そうですねまあ道後に対してどんどんカバレッジがそうですねあの広げようとすればモデルサイズをどんどん大きくすればいろんなボキャブラリを増やすことはできるということはあると思うんですけれども、うん、その道後とどこまで定義するかなというところがありまして例えばやっぱりその 言葉とこう古いものよりも新しいものに対して注視していった方がよりその検索とかでもあの出しやすいっていうふうになるので、まあ、そういったふうな感じで、まあ、やはりそのモデルのサイズとクエリあのその検索の、うん、出力のまあトレードオフみたいなところは考慮しながら今後も開発していくのかなというふうに考えております。まあそうですね確かにそのより話される まあモデルサイズに上限があるとするなら、より話される言葉をこうちゃんと認識できるようなとか、あまり話されない単語は別に認識できなくてもいいよねみたいな、した選択が行われるかもしれないということ、ね、そうですね。まあはい、モデルの中でそういうのが行われていくのかなと思います。はい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい。で、えっと、未知語については、えっと、僕からは大体質問できたかなと思うんで、えっと、読,みの読みを、 同時推定するみたいな話について、えっと、質問させていただきたいです。はい、でちょっと興味があるのは、えー、読みをこう同時推定することでもともとの認識制度自体が改善することはあるのかどうかっていうところを伺いたくてその読みと、まあ、漢字とかその対応関係が取れることで、えー、その まあ漢字自体の認識精度とか上がるとかっていうことはあったりするんですか。そうですね。あの元々はそういう風うなことをこう考えてはいたんですけれども、ちょっと論文で出している情報だとあのまだその表記の方はあのデグレしない程度の範囲であのどコンパラぐらいのものになってるという感じです。うん、もちろんそのモデルの中でその。 関係性みたいなものを用に考慮しているので、まあそういったものも増えてくるのかなと思うんですけれども、まあデータセットがちょっとパブリックコーパスだったので、まあ、他のコーパスでやってみたらもしかしたらそういう効果が得られるとか、まあもうちょっと研修は必要かなと思うんですけれども、今のところはコンパラというところが答えになります。あ、そうなんです。今そのコンパラは維持できているっていうことですね。例えばなんか今回ちょっと詳細なえ構造は剥くなんですけど、あのマルチロスになったりとか。 あま、マルチタスクな学習になったりとかされてると思うんですけどそれでもその表記の部分では精度が劣化しないようになっているってことでしょうか今そうですねあの許容範囲での,あのコンパラぐらいっていうことああなるほど <laughs> はい。ありがとうございます。はい。じゃあえっとあと最後になるか分かんないんですがえっと、まあ、Yahoo でこのオンデバイスあつこうストリーミングの音声認識を されている意義みたいのを伺いたくて、えっとまあ今回のセッションでもなんか対話みたいなキーワードもこう出てきたりもしてたと思うんですけど、こう応用この技術をこう今後どういうサービスに応用していけそうかとか、なんかそのあたりの展望などを伺えたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。えっと具体的なサービスがどうとかっていうのはまだあの。 ここででではお答えできないんですけれどもちょっとオンデバイス一般論になっちゃうんですけれどもそういったところで申し上げますとあのオンデバイスのメリットとしてはやはりそのユーザープライバシーっていう観点とあと通信が必要ないっていうところになると思うのでまあそれぞれに対してまああの応用可能なな範囲というのもあるかなと思ってますで特にそのユーザープライバシーにおいては例えばその発話しにくいような。 あの個人情報が含まれてしまうようなものってものはサーバーに送らずにオンデバイスで完結した方がいいと思うのでまあそ,ういったまあそういった発話に対するようなドメインに対してはオンデバイスを使うっていうことができるかなと思ってます。またあの通通信信の方ににおおいいいてててははが必要ないってところにおいてはあの 適宜通信を行わななくてもいいいようう方法っていうのはたくさんあるとは思うんですけれどもあの例えばその音声メモみたいな簡単なメモをする程度だったらわざわざサーバーに送らずともオンデバイスですぐに答え返してくれた方がきっとユーザーの皆様にとってもあの使いやすいのかなって思いますし、まあ、オンデバイス一般論として考えてもいろんなお用範囲があるので、まあ、そういったものも今後ちょっとこう考えていきたいなとは思っております。 はい、ありがとうございます。はい、はい、ちょっとてもなんかワクワクするような話で、はい、とても面白かったです。ありがとうございます。はい。